こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今日はですね、電池交換のいらないソーラー腕時計についてですね、この注意すること点ですねについてご説明したいと思います。最近は電池交換いらない、ソーラーテックとかエコドライブとかね、いろんなメーカーさんによってこの呼び方あるんですけど、光に中に電池入ってるんですけど、こういう安い時計からもあります。もう本当に1万円以内からもありますので、電波時計とただその普通のクォーツにこういうソーラー二次電池ついたタイプですね。光を受けてそこに常時こう充電するようになったんですよね。こういう時計なんですけど、普段こうあまり使わないでね、特にそのボックスにこうしまっといて、本当によそ行き用にされてるお客さんも結構いらっしゃるんですよね。いざ使う時にもう時計止まってるとかね、もう何ヶ月もそんな状態しておくと、そういうこともちょっとあるんですよ、実は。そういう点で、なるべくの明るいところに置いておくっていうことが必要だと思いますね。特にこれから冬場というかね、日も短いし、人工の照明でもね、かなり補充できるんですけど、やっぱり太陽の光が一番やっぱり早いですね。そういう点では説明書にもいろいろ書いてると思うんですけど、普段使わないでしまっとくということだけはちょっと気をつけていただいて、そうなるとちょっ と一回止まっちゃうとこうちょっとね、また厄介ですからね。そういういざ使う時も役に立たませんので、いずれにしてもですね、そういう明るいところに置いとくっていうのが大事だと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。